閑静な住宅街に佇むレトロな外観の旧高輪消防署。年間1000人を超える見学者が訪れる地域のシンボルです。その車庫に保管されているこちらのポンプ車、本格的な国産消防ポンプ車の第1号とされる車種で、1941年から稼働し、戦時中は空襲による火災の消火活動などで活躍しました。2年前なんですけれども、日産さんとご縁をいただいてたタイミングで、ちょうどこのレストアやろうかななんて思ってたところで、ちょっと相談乗ってもらったら、ちょっと話聞きますよなんていただいて、この思いを受け、歴代の日産車の再生に取り組むエンジニアたちがボランティアで集まったのです。だいたい作業が1ヶ月2ヶ月に一遍ぐらい、その消防署の方に通って、修理をさせてもらったんですね。エンジニアたちはおよそ2年にわたり車両をレストア。走れるだけではなく、ウィンカーやワイパーなど細部まで修復することに成功しました。行きます。そして今月開催された東京国際消防防災展で、ついに動く姿を披露することに。回るかね、置いてあるだけだったんで、消防署にただ置いてあるだけだから、誰もメンテはしてないですよね、見た目はね。メンバーが車に乗り込み、エンジンをかけてみると、そしてこの日のために取っておいた最後の作業、多くのファンの前でホーンを取り付けます。見事、およそ80年前に誕生したポンプ車がよみがえりました。貴重な、みんなに愛されている消防車にこうやって携わることができたということは、非常に喜びで、人生の中でいい思い出ができたなと思っています。現役時代を彷彿とさせる姿を取り戻したポンプ車は、今旧高輪消防署に展示されています。でもなんかすごいなって思います。きっといろんな人の力があって修理できたってことなんで、本当にすごいなって尊敬します。関東大震災100年の節目で、ちょうど皆さんの意識が高まっているところではあると思うので、皆さんに、多くの方にですね、見てもらえる場を作っていきたいというふうに考えております。